クリストファー・ニール・アレン別名、クリス・アレンは、アメリカ合衆国アーカンソー州、コンウェイ軍出身の歌手で、フォックス放送のオーディション番組、アメリカンアイドルシーズン8の優勝者。ケンタッキー州、ルイビルでの予選に出場し合格。ハリウッド予選へのゴールドチケットを得た。ハリウッド予選の段階ではあまり注目されておらず、オンエアに乗らない回も存在した。 本戦の多くでクリスは選んだ曲をフォークよりのアレンジで演奏。また本戦ではアコースティックギターやエレクトリックギター、キーボード、ピアノなど様々な楽器の演奏を見せた。放送会を重ねるごとにクリスは頭角を表し、途中何度か審査員のサイモン・コーエルからスターが持ち合わせているべき自信の欠落を指摘されたものの、概ね審査員からは、 安定して高い評価を受け続けた。準決勝では、ワンリパブリックのアポロジャイズカニエ・ウェストのハートレスを歌い、審査員からは特に後者について、そのアレンジも含め高い評価を受けた。決勝戦ではビル・ウィザースの消えゆく太陽、マーヴィンゲイのホワッツゴ s インオン、そして優勝者のデビューシングルとなるノーバウンダリーズの3曲を歌い、 もう一人の候補者であるアダム・ランバートとの間で戦いを繰り広げた。メディアはアダムの優勢を伝え、さらに彼の優勝を確実視していたものの、2009年5月20日、視聴者による投票の結果、クリスがシーズン8優勝者の座を手にした。パフォーマンス、結果デビューシングルのノー・バウンダリーズのほかアメリカンアイドルで演奏した楽曲は、 全米全土での放送終了後5月20日のうちに iTunes においてスタジオ録音バージョンの配信が解禁された。それによりこれまで視聴者投票に影響が出ないようにと iTunes では DL 数に関わらず DL ランキングにアメリカンアイドル関連楽曲の一切を反映していなかったがこの制限も同時に解除された。ノーバウンダリーズは アメリカ合衆国の総合シングルチャートビルボードホット100で初登場11位を記録しているプロモーショナルシングルありがとうございます。